リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八嶋です。よろしくお願いします。今から、腹筋を鍛えていきます。で、腹筋でもシックスパックのところもなんですけど、あとこの横の筋肉、腹筋の横の筋肉も鍛えられる腹筋です。で、ここの筋肉鍛えてあげることによってくびれができて見えたりとかっていう効果もあるので、女性にもすごいおすすめな種目になってます。で、ツイスト、体をひねっていくっていう動作になるんですが、体育座りの状態になります。で、そこからボールを持ってお腹がしんどくなるところまでぐっと上体を倒していきます。で、お腹がしんどいなと思うところでボールが床にタッチするところまで体をひねります。反対という感じでやっていきます。で、疲れてきたらこう腕の力だけでやってしまうこともあるんですけど、しっかり上体ごとぐっと体をひねってあげることによって腹筋の横の筋肉も使えるので、しっかりひねっていくことをおすすめします。で、慣れてきたらここからさらにちょっとバージョンアップで、上体倒したところから足も上げます。このままタッチでやってあげるとより負荷がかかっておすすめです。で、実際にやってみたいと思います。いった感じになります。で、お家にダンベルとかある方はボールが軽くなってきたらダンベルで同じことをやっていただいてもいいですし、あと2リットルのペットボトルとかにお水を入れてダンベル代わりにしてやるっていうのもおすすめです。ではぜひ、そうですね、20回かける3セットとかをやっていただくのが一番効果的かなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。